弟子鹿町公式ニュース、どう思うんですか、うん、いや嬉しく思ってます。この前 YouTube ここで撮らせてもらって、中見させてもらって、本当にあの、ね、新しい建物ではないけども、こうやってあの利用できてくれてありがたいな。この場所弟子鹿神馬には可能性しかないと思ってますんで、人と出会う機会がなかなかないので、やっぱそうですね、人と話したい時とかそういう時に来てみたいですね。弟子鹿町に新たなお店がオープン、コワーキングスペース弟子鹿神馬。ここは誰が運営しているんでしょうか。実は私、弟子鹿町公認アナウンサーの川上亮介が運営しているお店になります。以前は町の整骨院だったこの場所、リノベーションをしてコワーキングスペースに生まれ変わりました。でも川上さん、コワーキングスペースって一体何ですか？弟子鹿町内でも初となるコワーキングスペース、まあインターネットやパソコンなどを使ってお仕事をする人がですね、快適に過ごせるような空間を目指して運営をしています。とは言いながらもカフェの機能や、あと夜はですね、週末限定でバーを開いたり、あとは街の皆さんのちっちゃなイベントであったりとか、交流できるようなイベントとかをですね、開催できるようなスペースとしても使ってもらおうかなと思っています。入場は無料、 Wi-Fi などを使いたい場合は有料となっていて、貸し切りスペースとしても利用ができるそうです。3月26日のオープン当日にはお披露目会を開催しました。いやもう本当に40人ぐらいの方が当日、ちょっと雨の中ね、駆けつけてくださって、本当にこのお店が完成するまで、半年ぐらいかかったんですけども、その半年間でも、80人を超える町内の皆さんにもですね、リノベーションを手伝ってもらって、当日を迎えました。本当に嬉しい気持ちと、安心と、これからとっても楽しみだなという気持ちでいっぱいになりました。今後は協力隊として行政と民間の間に立って活動を広げていこうと考えています。なので今後もですね、いろんな分け隔てなくいろいろな人とですね、つながりを持ってこの場所を運営していけたらなと思っていますし、一つね、今空き家がどんどん増えてきていて、ここから復活再生、継承していくんだっていうこともね、できるんだよっていうのを、この弟子鹿神馬の活動を通しても皆さんに感じ取ってもらえたらなと思います。この場所からどのような交流が生まれるのか楽しみですね。本当にたくさんご支援いただいた皆様ありがとうございました。そしてまだ来たことがないという方はですね、ぜひ僕たちもここで仕事してたり作業してたりしますので、ぜひ顔を出してもらえたらなと思います。さらにはここカフェの機能もですね、もうしっかり完備してますんで、もし今後、ちょっとトライアルでカフェやってみたいなとか、ちょっとこういうことやってみたいんだよねっていう方いましたら、ぜひご相談いただけたら、前向きに検討したいなと思ってます。本当に皆さんと一緒に作れるような空間を目指してこれからも頑張ります。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます、はい。